株式会社、小田急百貨店は、小田急グループに属する百貨店。東京都の新宿、町田市と神奈川県藤沢市に店舗がある、小田急ポイントサービス加盟店。小田急百貨店の前社スローガンは、次の私へ、グッドアクセス。戦後に大東急から独立した小田急電鉄は、高度経済成長期に大手私鉄として成長を遂げた。 1960年6月に東京都が新宿副都心計画を発表したことを受け、1960年代は新宿駅西口の発展が著しい時代となる。同社の沿線である東京西部から神奈川県は都心へのベッドタウンとして人口が急増し、同社のターミナル駅でもある新宿駅は日本一の乗降客数を誇る駅となった。こうした 時代背景の中で、小田急電鉄でも他の大手私鉄と同様にこの時代から事業の多角化を進め、流通、不動産事業へ乗り出すこととなる。その皮切りとなったのが1962年11月3日の小田急百貨店新宿店の開業である。開店当初は小田急ハルクの建物が本館であった。1964年2月に、 小田急線新宿駅が立体化された。小田急新宿駅の地上部分に1966年8月25日、新宿地下鉄ビルディングが完成。同年9月9日、このビルに小田急百貨店新館を開店した。なお同日に、同ビルの地下部分にはメトロ食堂街が開店している。翌1967年11月には、 新宿西口駅ビルが完成し、同年11月23日に新宿西口駅ビルと新宿地下鉄ビルディングを合わせて新たに小田急百貨店の本館とし新宿店が全館で営業開始した。そして同年11月27日、旧館を別館小田急ハルクとして新装開店した。なお、 同時期の1964年11月1日には、京王百貨店新宿店が開店し、大手市鉄系百貨店が同一駅前に隣接して、並ぶという珍しい例となっている。また、1966年11月には、新宿駅、西口地下街、小田急エースが開業している。1976年9月23日には、町田店を開店。また、 小田急電鉄による都市型オープンモール、ミロードが本厚木、新宿、新百合ヶ丘に開業、相模大野駅には、相模大野ステーションスクエアが開業するなど、小田急グループ内でも、流通分野は、拡大を続けた。しかしその後は、バブル崩壊の影響もあり、1990年代後半から2000年代に、かけては、小田急百貨店相模大野店や、 母と子の原宿狩り四管、玉狩り四管の閉店など、大規模店舗の閉店が続いた。また、京王百貨店や伊勢丹新宿本店、新宿駅南口の高島屋タイムズスクエアへ、進出した高島屋新宿店などで繰り広げられた新宿百貨店戦争などにより、経営環境が悪化。2002年5月23日には、家具販売の不振から、 インテリア専門の別館小田急ハルクの2階の一部から6階フロアをビッグカメラへの賃貸に切り替えるなど体制の立て直しを行った。さらに小田急電鉄主導のもと2005年3月1日に百貨店業の再編を実施した。小田急百貨店を営業都市産に分割し、小田急百貨店の営業部分を藤沢小田急へ九州分割することにより2社を 経営統合した。承継会社である藤沢小田急は、商防を株式会社小田急百貨店に変更した。また、従来の小田急百貨店は、資産部分を保有管理する会社となり、商防を株式会社小田急百貨店ビルに変更した。その後、同年6月1日、小田急百貨店ビルは、小田急電鉄に承継された。 1980年代初頭までは、百貨店の営業時間内限定で時報を流しており、新宿駅、西口バスターミナル周辺でも聞くことができた。これは、1968年に、眉積俊郎が作曲した、新宿小田急百貨店の時報音楽という曲で、新宿駅や福都新周辺を主なロケ地としていた、テレビドラマの作中でもしばしばそのメロディが流れている。 また、最近は、経費削減で、エレベーターガールを常駐させる、百貨店が減ったが、新宿店本館の中央エレベーターでは、2019年現在でも、エレベーターガールを配置している。また、1960年代の新宿店、開業当時は、エスカレーターに不慣れな客が多かったことから、エスカレーターガールを配置していた。小田急百貨店の期間店舗、新宿店。 写真左側の8階建て部分が新宿地下鉄ビルディング右側の14階建て部分が小田急新宿駅ビル小田急百貨店町田店小田急百貨店藤沢店新宿西口春区新宿店本館14階には客用エレベーターは通じていない車椅子で14階のレストランに行く際には13階のエレベーターホールにある専用電話で係員を呼び出し バックヤード内のエレベーターを利用することになる。はるく町田店藤沢店フランスの三つ星レストラン、トロワグロと1984年に専属ライセンス契約を結んでいる。日本国内では唯一、ブティックトロワグロが開設されている。ブティックトロワグロトロワグロショップカフェトロワグロ。ありがとうございます。